今日この時間はスプリングトレーニング、ロサンゼルスドジャース対クリーブランドガーディアンズの一戦を実況下村康史、そして解説大リーグ評論家福島義和さんとともにお届けしてまいります。福島さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そしてドジャースの方の先発がタイラー・グラスノーです。いやー、注目のピッチャーが先発しましたね。あ、ここもコンタクトできずということでした。ここも縦のスライダーですかね。いやー、すごい。3番はジョシュ・ネイラー、左バッターボックス。これは低めの球打ちました。ファーストフリーマン一塁に送ってスリーアウト。グラスノーは完璧な立ち上がりを見せています。1回の表終了しています。カルロス・カラスコ、大ベテラン、36歳の選手です。ドジャースの 1,2,3 番は本当にこれいいですね。試しになりますよね。メッツは好調ですが、ここはショートゴロに倒れています。ワンアウト。さあ、そして迎えます2番大谷翔平、ドジャースのユニフォームを着て、これが2戦目ということになります。外のボール見ました。コメントも打ってきました。ここはサード回り込んでいって、セカンドがフォースアウトになりました。ラミレス、ここはいいプレーを見せました。1回の裏、大谷の第1打席はフォアボールでした。グラスノーは3イニングス目に突入となりました。はい、そうですね。まだノーアウトで次の球が40球目ということで、ここも1つ三振を奪っていきました。これが4つ目の三振です。さあ、こうキャッチャーフライです。バーンズが追っていきますが、この満員のスタンドを飛び込んできました。ドジャースファンでぎっしりですね。まあ本当に、ああ、これは小さな子がね、うん、キャッチして、みんなが笑顔になってるというね。背番号16、スミスって書いてありました。です、ね、バッターはデビッド・フライ。今日は指名打者の登場ですが、ここもスイングアウト。ここは低めにいい球を投げてきました。いやー、これ分かっててもね、このワンバウンドの球を振ってしまうというところ で、 三振5つ、5つですね。さあ、バッターは9番のクリス・オーウィングスからです。さあ、行ってきます。先頭バッター出ましたね。先頭が出ました。ドジャースはチーム2本目のヒットとなります。さあ、ここ走ってきました。ここもいいアピールです。ワンアウトランナーが2塁という場面、大谷翔平、今日の2打席目、そしてドジャースのユニフォームに身を包んでから、これが5打席目ということになります。強引に打ってきました。1、2塁間大谷の足があるが、セカンドヒメネスちょっと弾いてしまいました。その間に2塁ランナーのオーイングス、盗塁が効きました。1点先制はドジャース。タイムリーヒットですね。ヒットが出ました。はい、ですね、ちょっと強引に打球を上げてこうかというようなスイングにも見えましたけれども、ただ飛んだところが良かった。そして大谷の足を警戒するがあまりですね、弾いてしまったというような打球になりました。ここは仕掛けてきます。ガーディアンズの場合はその長打力がそこまでないということであれば、こういった機動力、そうですね、活かすしかないですもんね。さあ、バッターは9番のフライです。ここでヒットがね、この9番のフライに出ました。2点が入ります。一気に逆転に成功。こうなるとね、ダブルスティールが来ました。来ましたね。で、9番がクリス・オーウィングスです。第1打席ではセンター前ヒット、盗塁も決めています。いいえ、右方向に持ってきました。おー、ナイスバッティング。これはランナー2塁を陥れます。果敢に狙っていって、タッチして、これボールが逸れてしまいました。この歓声をお聞きください。もしかしたらファンの皆さんも、この大谷が今日これが最後の打席になるということを分かっているかもしれません。
低めの頭外れました。今日2つ目のフォアボールを選んで一塁に歩きます。大谷もそしてここで、交代ということになりました。さあスワットボール投球見せました。ここは挟まれてランナーが三塁にいたら面白いというところでしたが、これはダイソー起用が、さあこう二塁から果敢に狙っていきますが、ウォードタッチアウト。ゲーム5回終了しています。さあこれライト線がスリーベースにしてしまいました。このあたりしっかりと守備からね見せていかなきゃいけないという選手たちですけれども、おこの選手注目株ですね。あこの選手たちも本当に一つ一つのね一球一球が大事になってくるというところですが、レフト方向これは浅いフライになりました。掴んできました。しかし三塁ランナーの生還を許してしまいまして、これで1点追加、3対1と2点と。デローター、はい、ガーディアンズのプロスペクトナンバーワン。いやこれは左中間にいい打球が飛んでいます。あこれはウォード追いつけませんでした。やっぱりもうマスクもいいじゃないですか。いいバッター。またメジャーリーグなんかはね本当にアフリカ出身の選手なんかは増えてきたというところですが、ここは三塁から抜いてきました。デローター二塁から帰ってきます。これで1点追加、その差3点、4対1としています。さあ4対2、一発出ればもう、そして長打が出ればという場面です。大きな当たりですが、ライトに飛んでいるぞ。そのまま入っていきました。グランドスラムが飛び出した。さあこれで一気に試合逆転です。オープン戦ですのでそこまで勝敗というのは関係ないかもしれませんが、いやいやとは言ったってさ、こういった若いにとってはね、はい、もうすごいな。オースティン・ゴーシオっていう言い方をね現地の実況の発音はしてましたけれどもね。さあ2ストライクから、さあ面白い当たりになりました。一塁間に合わない、満塁になりました。難しい打球。そして打席には、はい、この選手、福島さん一押しの、チームのナンバーワンプロスペクト、はい、ここは最後は三振に切って取りました。なんとか逆転で勝利を収めましたドジャース6対4。ガウシアの逆転のグランドスラム、そして1点目は大谷翔平、ドジャースの2試合目となりましたが、今日は初タイムリーが飛び出しまして6対4、ゲームをひっくり返しましてドジャースがオープン戦勝利を収めております。